どうも、しゅんです。こんにちは。はい、ということでですね、今回、就活ではないんですけども、新卒1年目から3年目の方の悩みをですね、質問をさせていただけたらなというふうに思ってます。任せてください。早速なんですけども、会社内の人間関係がうまくいきません、ね、どうすればいいですかっていうざっくりした質問なんですけど、箕輪さん、人間関係で悩まれたことありますか？悩んじゃいないけど、はい、相当嫌われてたりいざこざがあったりはしている方だと思うよ、うん、普通のサラリーマンが受けるレベルの35倍ぐらいはいざこざあると思う。僕らもチャンネルで出版社の方とかとお話することあるんですけど、箕輪さんみたいな人会ったことないですもん。そうよ、だから当然嫌われるとこもあるし、ネタバレるようなところもあるし。業界内であるんですか？業界内でもあるし、社内でもある、部署でもあるし。じゃあまさに経験されてきたということで。めちゃめちゃ経験してるよ。そういった人間関係でうまくいかないときに、どういうふうな対処法、もしくは心構えをされてたんですか？子として強く生きるのを選ぶか、サラリーマンとして選ぶかっていうのが多分2つあったので、子として強く生きるだったら、まあぶっちゃけ超関係ないね。市場を見る、お客さんを見る、それだけ。僕の場合だったら、僕が編集した本を読んでくれるお客さんが何万人いるか、何十万人いるか、どれだけ感動してくれるか、そこを見る。上司がいる部署でやってて給料もらってるっていうのは当然あるけど、冷静に考えたら会社が市場に何か物を出して、その売り上げが会社に入って、それが配られてるだけなんで、上司の顔とか会社の顔を気にしすぎるのは本質じゃないから、市場からの評価を意識する。そうすればさ、ぶっちゃけ会社の中でどんな嫌われても、市場から評価されてたらいくらでも仕事はあるわけで、逆に上司の評価とか会社の評価ばっかり気にして、市場を見ずに、この会社の中で気に入られる企画とか生き方みたいなのすると、意外と会社って守ってくれなかった時とかに、市場からも会社からも評価されてないけど、マジで丸腰の状態だから、一昔前はそっちの方がリスクが少なかったけど、今は会社がどうなるか分かんない時代だから、自分を強くした方がいいから、あくまで市場を見るっていうのを第一優先にした方がいいと思う、うん、でももう一つ生き方としては、会社で生きるっていう方もあって、それも別に否定されるようなことじゃないから、まあ、そっちを重視して、この会社の中で出世したりっていうのはあると思うけどね。子として生きるっていうのを決めても、会社の中で最低限の上司のリスペクトだとか、自分の中で嘘にならないレベルでやるべき。俺はそこは結構気にしてやってる、はい、でもこれ以上気にすると本質じゃないっていうラインがあって、これ以上部下プレイをする必要はないとか、うん、僕の中でのラインはあるけれども、うん、常に人間として一緒に働いてる人たちへの尊敬とか協調とかっていうのはある。そこはまあフリーだろうとか何人だろうが変わんない部分ね。僕の今同級生が新卒1年目なんですよね、うん、いわゆる雑務的な仕事とか、うん、市場から評価されるのだろうかみたいな仕事も結構振られることが多くて、もちろんかつ上司からガンガン言われてみたいな、うん、そういう時って箕輪さんってどうされてたんですか？超シンプルにマストキャンウェル理論で、うん、キャンがめちゃめちゃ強かったら会社だってそれを頼むわけよ。例えばさ、出版社の1年目の人間が100万部出すことが決定しているような編集者だったら、どんな生意気だろうが、お前本出してくれってなんのよ。自己評価がどんな高くても、頑張って書いた企画書が経験がある人から見たらどうしようもない企画書だったり、キャッチコピー作る能力とかがないからまだ早いなっていうことになって、とりあえずでもそいつがやることって言ったら、じゃあこれコピー取っといてとか、俺のこの原稿を多少読みやすくしといてとか、そういう雑用になるわけじゃん。それはやっぱりしなければならないマストをやるフェーズってことだよね。そこに不満があるならキャンを示すべきだし、キャンを示せるのに評価してくれないなら、堂々と俺はできるって言ってフリーになるなり起業するなり転職するなりすればいい。でも多くの場合、自己評価は俺はできるって思ってるけど、周りから見たらできるうちに入んないとか、これがやりたいって思ってるけどお前にはできないとか、そういうズレが不満になってるから、そこをちゃんと客観的に捉えないとダメだよね。俺だって電話めちゃめちゃ取ってたし、コピーも取ってたし、それこそさ、パソコンとかめちゃめちゃ苦手だったのよ、うん、今もそうなんだけど、アンダーバーとか打てないもん。
マジですか。アンダーバーやってるの。アンダーバーの場所が分かんないってことですか。なんかさ、特殊な打ち方しながら、うん、あ、まあシフトをしながらとかね、はい、あれができないから、俺はアンダーバーがアドレスに入ってる人のメールアドレスをコピペしてワードに貼って、毎回アンダーバーを使うときはそのをコピペしてめっちゃ効率悪いじゃないですか。もうそんぐらい何もできなかったけど、資料とか作ってたし、皆さんって好きなことばっかやって、周りで出すの動いてくれる若いやついっぱいいていいなって思うかもしれないけど、俺は当然そっちは死ぬほどやったら、そんなのやっぱマスとキャンを見るで、キャンがないときはやるべきなんだよね。今のお話多分社会人1、2、3年目の方にすごい刺さったと思います。めっちゃ刺さったよね。刺さった。刺さりました。ちょうど今日の悩みがあるって言ってたんですよね。そうそうそう、このインターンにおいて、そう自分のやりたいこととやるべきことっていうのが違うっていうのを思ってて、今の話聞いて今マストの時期なんだなと思いました。いやそうよ、そんなのね絶対あるよ。スポーツとかにもそうじゃん。リフティングも10回できないのにさ、早く試合出してくれって言ってるようなもんでさ、まあ、それリフティングできるようになってからにしたくないみたいな感じで、そういう話がやりたいこととかが溢れすぎてマストとキャンをみんな飛ばしちゃうんだよね。うん、いや焦っちゃうし。めっちゃ勉強になりました。オンラインサロンとか人を集めて何かをやるっていうことをサラリーマンでありながらトップレベルでやられてるのは箕輪さんだと思うんですが、人を巻き込む上で大切にしていることとか、自分はこういうことに気をつけてるみたいなことってありますか。2つあって、1個は誰も巻き込まれなくても俺一人でやるよっていうのが大事なんだよね。毎回こっちでサッカーで盛り上がってるのに、一人だけ砂場でみんなに背中向けて何かやってたら、徐々にみんな興味持ってお前何やってんのって来るわけよ。それが二人になって全く他の人が気になって五人になって、五人でやってたら絶対面白いんだろうなと思ってサッカーやめて、それが10になって20人になってっていうのが巻き込まれるって現象だから、基本最初は一人でやんないとダメなんだよね。それがパフォーマンスでも何でもなくて、本当に心から別に誰か協力してくれなくても、俺はこれが好きでやってるから楽しいっていうことをやる、ただそれだけ。2個目はやっぱ毎回は無理でも結果出すってことだね。多くの場合結果出さないんだよ。グラファンでいろんな人に声かけたりするけど、あれってどうなったんだっけみたいな。イベントでいろんな人に声かけたり手伝わせたりするけど、しょぼかったよねみたいな。やっぱそういうの人が次同じようなの立ち上げても、いやちょっと今回いいわって思うよね。だからそこは把握縛って頑張る。ファイナルラッシュとかもさ、ノリでやってさ、ぶっちゃけさ寝ないでやるようなことでもないわけよ。でもさ、本当の幸せってそういう眠いわ辛いわとかってなってる時に寝ることじゃなくて、そこで死に物狂いで頑張って発売した時にめっちゃ面白いとかムーブメントになることが絶対に後の幸せで、それがあるともう一回やろうってなるから、辛い方を取って結果にこだわった方が最終楽しくて続くっていう。就活生バージョンも最後にさせていただけたらなって思ってます。やりたいことが見つからない、どうすればいいですかというような悩みなんですが、うん、ね、それがまあ贅沢じゃん。大抵の仕事は死に物狂いでやんないと面白くも何にもなんないから、うん、ある程度期間決めて死ぬ気でやってみるってことだよね。箕輪さんは小学校とか中学校の時に死ぬ気で何かやるような経験ってあったんですか。サッカーにせよ、受験勉強にせよ、編集者にせよ、やるって決めたらガーってやるよね、うん、それこそ受験勉強とかも中高6年間勉強ほぼ全くやってなかったけど、浪人時代は実際はどうか置いてて、俺が一番日本で勉強してんじゃないかなってぐらい過剰にハマってたし、編集者も最初の何年かは自分ではそう思うぐらい頑張ってたし、だからでもそこで面白さとかその物事の本質に気づいてハマってくって感じなんだよね。ちなみに箕輪さん、去年話させていただいた際に、自分が就活生だったら行きたい企業は、シャネルとか、あとニュースピックスみたいな、上場してるけど、そのある種ベンチャーマインドがあって、自分作っていける企業っていうのはおっしゃったんですけど、今行きたい企業さんとか、注目している業界とかってありますか？エンタメ企業、コンテンツをベースに物を売ったり、世の中と関わり合いを持ったりっていう時代になってきてるから、キャラクター作ったり、コンテンツを展開したりっていう企業は面白いなと思います。ブシロードとか面白い。エンタメ企業って山ほどあると思うんですけど、その中でもなんでむしろなんですか。自由だから。僕全部知ってるわけじゃないけど、僕が入るならディズニーとか行ってもコンプラでなんか引っ張ってしかもプロレスからアイドルから何から何まで、上場してるけど、面白かったりって会社だから、就職する気はないけど、仕事は似てるかなって気がするよね。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。
40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。